今日は有識三重種の、まず一字を、今日は話をしております。家によりて画法ありと説くと、まあ、私たち仏教はですね、本当は、ね、真実から言ったら私たちは画という実体的な画なんかはないんだと。これ法といったら仏教ではね意味が3つあってね、教えと真理と物という意味があります。でここで言う法は物のことね、皆さんが意識で認識できるものすべて。意識と対象は一切法といって、意識はありとあらゆるものを対象にする。で我々は私以外のものはすべて法というふうに理解して、あらゆるものを皆さんがもし思い浮かべた場合ね、その思い浮かべたものに対して実体的な法があると思ってしまうんです。変わらないものがあると、まあ、言葉で聞いたら、例えばスマホならスマホで聞いたら、こういうものが実際あるんだと、そういう固定不変なものがあると、あるいは嫌なやつがいたらね、嫌なやつが実際いるんだと、こうね、実体的に私たちは捉えてしまう。そこにあなたの苦しみが起きると教えるんですね。これ仏教では、我に対する執着、法に対する執着で、我に対する執着を起こすから煩悩という触りが起きて苦しむ。法に対してこのあらゆるものをね、あるがままに全ては因縁を合したものと見ればいいのに、それが見れずにね、もう固定不変なものとして捉えてしまうところに報酬というのが起きて、諸知性、真理を知るべき触り、これで真理が私たちは、見えないんだと。で仏教の結論はね、我執をなくすことによって煩悩性がなくなり、涅槃に入ることができる。そして報酬をなくすことによって諸知性という障りが消えて、知恵が生まれて菩提が生まれると。だから我執によって涅槃、報酬をなくすことによって菩提が得られていくこと で悟りが完成すると、まあ、これはね、二つを空じると言って、二空を空じる、我執報酬二空を空じる、これがこの有識の目的なんです。これが、悟りなんですよね。でそこに目指して説くのが仏教なんだけども、最初の一行はですね、本当は我も法も実体的なものはないんだけども、でも皆さんに分かってもらうにはまずね、仮に我がある、仮に法があると、仮にね、一応皆さんの理解に合わせて一応ね、我法がありと一応仏教では説くのは、あくまでも実体的な我を法を認めているわけじゃないと、皆さんに合わせた、ね、皆さんに合わせてまた仮に教えを説いていくと。で皆さんが見ている私や世界というものはですね、本当はね、さまざまな姿ね、これは皆さんが見ている世界、仏教で火といってですね、彼ね、対象はみんなね、さまざまな姿が転じてある。見ている世界は全部心の内側でやって、で心の外に、ね、嫌なやつがいるわけじゃない。あなたの心にそういうね、そうとして、映ってるんですよと。心の内側として世界というものが、転じて、年々に変化している。さまざまな因縁和合して世界が現れているんですよ。で彼は、皆さん見ているこの彼は、世界は四季の諸変による、ね、あなたの荒屋敷、あなたの八色の諸変、あなたの心が変化したところのものなんだと。だから人が悪いんじゃないと、全部自分にそういう原因があって世界が生み出されていると。あなたの心が生み出した世界が今あなたが見えているさまざまな姿なんですよと。まさにこれ悟り開いたらこういうことが分かるんですけどね。で今日はこの、最初我と法について、この概念をね、正しく知ることがまた、我々の悟りに直結しますから、これをまず正しく知ってもらう必要があると思いますから、今日はそこを中心に話をしていきます。でまずね、この我と法についてよくね、仏教で言うんだけどもね、やはり定義をね、知った方がいいと思います。定義でまずは世間や我々、まあ、実際はあの当時はバラモン教といってね、
間違った仏教とは違った真理に外れたバラモン教というのが大きく影響を与えてました。お釈迦様時代、その後インドにおいてもね、それで世間と書きましたけどもね、当時のインドの間違った宗教界、そして我々も思うことはね、私たちや当時のバラモン教の人たちが考えているガート法はどういうものかをね、まずは定義を知りましょう。これ一応ね、難しいけども知っておいた方がいいですから、こういう捉え方を我々はしている、だから苦しんでいるということなんです。ガーの定義、法の定義がありますからね、法がちょっと難しいんでちょっと大変ですけど、ガーは今まで皆さん結構聞いてきた話なんで大体わかると思いますけど、こっちはほとんど話しないんでね、だからちょっと難しいかもしれませんが、一応頑張って聞いてください。まずね、この仏教でこのガーの定義、法の定義がどうなってるかといったらね、真実から言ったら無我ですから、固定不変な我もありません、固定不変な法もないんです。一切は諸法無我ですから、これが真理で、私たちは真理に暗いためにね、私たちはガーが頭か脳か心臓かどっかにアートマンがあると、上司主催の私がどっかにあると思う、あるいはね、ものといったらね、私が思い込んでいるように言葉があったら言葉の通りにものがあると思って、それを固定化するのも私たちの働きなんです。まずがですけどね、これはインドの言葉ではアートマンと言いますね、アートマン。でこれを徹底して破っていくのが仏教なんです。この考え方があなたを苦しめてるから、バラモン教といったら結構ね、仏教に近いところもあってね、なかなかいいところもあるんだけどもね、大きな間違いはここ。バラモン教ではね、この禅定といって結構ね、悟りに近いこと言うんだけどもね、我はね変わらない我だと理解するんです。ここに、バラモン教では悟れない原因があります。我は正しいみたいな感じで、ね、完成した我みたいなことを言うんです。また皆さんはないと思いますが、間違った信心欠如、偽物の信心欠如は我の完成ですからね、そういう人は煩悩はなくなりません。煩悩がなくならない信心欠如は怪しいかもしれません。無我を悟ったら絶対に、ね、我習がなくなるからね、煩悩は減っていくはずなんです。なぜ救われて煩悩が変わらないか言ったらね、それは思い込みの信心欠如、ね、我の完成した、ね、そういう体験もあるかもわからないんです。だからもう徹底して無我を解かねばならない、で有識を学んでいけばね、絶対私は我習が減るからね、煩悩症は減っていくと思う、報酬も減っていきますからね、真理が見えてくるから、囚われる気持ちが私は弱くなっていくと、まだ弱くなってほしいんですよね、物事を正しく見れるようになっていただきたい。我と法をね、この間違った、ね、考え方を破っていくのが仏教であります。まず最初、我の定義ね、これ仏教の上意識論に、これ十記とこれに、ね、定義こう書いてます。我とは主宰なり、上意識論ではね、上意がないんですわ、主宰だけなんですね。我とは主宰なりと、こういう定義でありますね。我とは主宰なり、法とは記事なり、簡略してるんですよね。上意識論現状三蔵の本では、我とは主宰なり、法とは記事なりと、でこれではちょっと説明がちょっとね困るんでね、この後ね、我とは上意主宰であると、こういうね十記にね、もっと説明していくんです。で法とはね、任義自称起承を持つげと、こういうふうに言うたほうがね、この漢字だけではちょっとね意味がつかめにくいんで、ね、この一番弟子のジオン大師がね、先生の言った定義をもう少し丁寧に解説していくんです。だからこの2つの方一応ね、上意識論と十記を読まないと、この有識三十字もね、なかなか正しくは理解できないかもしれません。でまず
こっちは特に大事で、こっちよりもこっちが特に大事。皆さん自身はどうなのかという反省を込めてね、私自身はどうなのか。ほっといたらね、独裁ワンマンみたいな言い方するから、プーチンみたいなことやるから、で罪を作って苦しむ。人のこと言えない。私たちはね、自分をね、上位主宰と思ってるからね、苦しんでるんです。まず側の定義はね、上位主宰、主宰だと思っている。上は常、本当の自分は無常なんですよね。もう年々変化しているんです。でも私たちは自分というものはね、変わらない自分があると思いたいんですね。死んでもね、今のまま変わらない自分が五章いけると思いたい。常である、ずっと変わらないものが私だと思いたい。それは間違いでございます。これを打ち破ったのがお釈迦様の諸法無我の教え、これ有識の教えであります。また私たちは、私は一つだと思いたい、一つだと思いたい。真実は因縁和合をしたのが私なんですね。一つじゃないんです。いろんなものがね、心の結合体というか、いろんな心がね、因縁和合して、今仮に私が今ねあるだけなんです。だからきっと昔の私とは結構変わってます。でもね、それが認められないんです。因縁和合したのが私なんだけどもね、ずっと常で一つだと、生まれ変わっても一つだと思いたいんですね。品川に聞いた話で言うならばね、ここは大事で、点々で表すんで、私というのは点々、これはね、消滅変化、相続してるんです。で私たちはこう理解するんです。これ間違い。川で言ったらね、ボールのごとき私で、一番の布に見てしまうのが我々。真実は川みたいなもので、ものすごい勢いでね、水の流れが流れていると、一瞬たりともとどまっていない、ものすごい変化して流れているのが我々なんですよね。この点々が私。でも私たちは自分に暗いためにね、ボールのごとき川を一枚の布でしか見ない。これがまなしきあらやしきに対して上かつ一で捉えている私。この間違った考えを、ぶち破るのが仏教でありますけど。そしてね、主宰、なんでこんな言葉使うか、これうまい例えなんですよ。まず意味ですけどね、主はこれ主人の主だからね、中心となる、司るという意味です。辞書調べたらね、主はこれね、中心となる、司るという意味がこの主、国主という言葉がある。今で言えば国王ですよね。国主の意味、国の主、国の王様だから中心になってるからね、自由自在にね、自在力でワンマン体制で独裁者みたいに自由自在にね、やってしまうものがね、私なんですよね。こう思ってますから、自由になると思ってるね。で裁はね、補裁、補償ね、これ大臣のことです。最小の裁ですからね、大臣、最小の裁、大臣ね。意味は司る、切り盛りする、取り仕切る、だから似てます。ちょっと違いますけど、主と裁は、違いは国主と補裁、補償ね、国王と大臣の違いが主と裁であります。ただちょっと違うね。国王はね、まず自分が中心になって自在にね、国を思い通りにね、動かすことができる。補裁、補償ね、大臣は国王からの指示を受けて、それをもとにして決断力、判断力で、また自由、割と自由にね、国王の指示を受けて決断力を発揮すると。だからちょっと違うけど、大体同じ意味ですけどね。だから主裁ね、思い通りにする、ね、そして、国王の指示をもとにして、また、切り盛りしていく、取り仕切っていく。今の言葉で言ったらワンマン体制、独裁体制みたいなもの、そういうことをしたい心が我々にあるんですね。これで結構罪作るんですよね。思い通りにならないことに腹を立てる、ね、自分とはこういう偉いものだとうぬぼれてるんでしょうかね。これが間違った我の定義ね。でも人間、多くの人は
ね、私と言ったら常で一つで、ね、国王や大臣みたいにね我が身のことを思って、そして、苦しんでると教える。でこの国王を離れたのがあの宝蔵菩薩ね。あの宝蔵菩薩はね昔は国王だったんですよね。それをね、皆さんを救いたい、十方を死を救いたいと思って、ね、一人の沙門となった。沙門ね、この物語がいい物語なんですよね。価値観を変えたんですよね。これあの大仏の授業はねこの物語なんだけどもね、真理というものをね物語で示したんです。大乗経典のいいところはね、真理をですね、この物語の方がね聞きやすいしね、後々教えが残りやすいんです。だから大乗経典でいっぱいね物語がいっぱいあります。真理をね物語で表すんです。この無量寿経ならばね、阿弥陀仏はね王様だった。王様ならばねこういうもの、こういうね上位主催、これが我々の、ね、間違った苦しむ生き方なんです。それをね、宝蔵比丘となるんですよね。で宝蔵菩薩に変わるんです。沙門となると、これがいいところですよね。価値観を完全に変えるんです。沙門、仏道修行者ですよね。下脱を求める。世間一般の価値観はね、とにかくね国王になって財産地位名誉を得てね、我を拡大させる、唯一主催が主催だと思ってますよね。そうじゃないんだと。ここから離れた生き方が宝蔵比丘となり、沙門となって、一人の比丘となって宝蔵菩薩として本願を立てるところね。我々もねできれば国王からね、下がって生き方を変えねばならない。そう変わったら幸せになります。でも多くの人は死ぬまでね、わしは国王になりたいんだとね、上位主催で生きている限り、この間違った我の考え方をしている限り幸せにはなれませんということで、無我を説いた。諸法無我を説いて、この間違った考えが、これがぶち破られたのが悟りでございます。だから悟りがいたら、このまたシャモンみたいな気持ちになるんですね。生き方が変わるし価値観が変わります。我の拡大、そんな気持ちなくなります。でも多くの人はこの間違った考え方、上位主催の考え方を持っているから幸せになれないんだと。だから徹底してね、あのこの我というものをね話しする必要があるしね、諸法無我、私たちはもう我に対して、ね、執着している。価値のあるものを手に入れてね、そして認めてもらおうとする、ね、これでみんな、ね、苦しんでいるんだということですね。でこれがこの我の定義でございます。まあ、こっちはあの今までも聞いてこられたんで、ね、そんなに難しい話ではないと思いますね。まあ、この主催はちょっと初めてかもしれませんね。意味がちょっと違うと、まあ、大臣と国王の違い。次、この法がなかなか難しいんです。これ法がね、説明するのも大変だから、まあ、こういう機会でもないとなかなか話できないんで今日ね、話しますけど、でまず皆さんが仏法を学ぶときに法と出てきたらね、3つ意味があるとこう思ってください、ね、3つ意味がある。1つは、ね、教えね、まず真理かな、まず真理、ダルマと言ったらこれね真理、まずお釈迦様はダルマを説いた。でこれがまた教えなんですよね。真理、教え、そして一切法、物ってね、まあ、この3つでいいと思いますね。皆さんならば、ね、仏教を学んでいくと法が割と出てくるけどもね、この3つの意味が、ね、これが、法だと思われたらいいです。お釈迦様ダルマダルマとおっしゃいますね。ダルマ、ね、ダンマダンマと言いますよね。ダンマもしくはダルマ、これとても大事な仏教の概念なんですけども、でお釈迦様という方は、ね、悟り開かれて、
この大宇宙の真理を発見されました。悟りもそうですね。悟りも真理を発見したらあなたの苦しみはなくなります。まあ、これが悟りでありますね。諸行無常、諸法無我、ね、一切皆空、一切は全て苦しみである。そして利他起生、因果の道理によって全てのものは、生まれそして滅していくんだと。因縁諸生のものがこのようなものであると。まあ、法といったら真理と教えともので、このものがちょっと難しいね。この場合のものはね、まあ、これと関係してるけどね、我々が意識として思い浮かべたもの全部ですね。あの仏教では心には全て対象があります、ね、目ならば音や声ね、耳なら目ならば形や色、耳ならば音や声、鼻ならば匂い、舌ならば味、体ならば感触ね。で意識ならば、ありとあらゆるものをね思い浮かべて対象ができる。だから皆さんが今思い浮かべたもの、言葉をつけたら大体認識できると思いますね。で私たちの迷いはね、言葉を使って言葉をつけたその時点でね、そういうものを固定化するんです。例えばね、ドラゴンと聞いたらね、ドラゴンというのはこれ言葉はドラゴン、竜だからね、竜があると思ってしまうんですね。実際ないでしょ、あれ架空の動物ですから。でも人間ってね、言葉というものを使うことによって言葉の通りに物があると思うんです。憎たらしいやつというのを思い浮かべたらね、そういうものがいると思ってしまうんです。ただ腹が立つんですね。だから私たちは言葉を使うことによって、言葉を使って実体化する、実体化、ね、今から言えば実体化するね。それで私以外のものが外にあって、そいつが私を苦しめてると思ったりするんです。こういうね、間違った認識を私たちはするんです。それで、この概念も一応ね知っておいてもらいたいんです。で物といったらね、一応理解としてはね、この世界のものは私と物と、とりあえずこう理解しましょう。皆さんのねこの種々の層、皆さんが見ているありとあらゆる姿は大きくガート法で収められます、ね、全てはガート法ね、私とそして世界ね、それが今目の前に展開している。これがガタピシね、ガーとタ、タをホーとしたらね、ガタピシで世界をガとタで敵と味方で世界を眺めてしまう。これが我々なんですよね。ホーといったら一応理解としては本当はガも入ってますけども、ホーとしたら私と私以外のものをホーと理解してね、皆さんが今認識しているものをみんなホーだと、ありとあらゆるものを法だというふうに理解します。じゃあ法とは何かといったら、現状三蔵は記事、アートマンは主催と、これで説明終わってるんだけどもね、でこれはちょっと不親切なんで、ジオン大師が人事自称起承持つげと、こういうふうに、より詳しく定義しました。どういうことで言いますとですね、認知自称というのはね、自称を認知する、自称を認知する。起承持つげとは、起となって物の下を生む、物の下を生じると、こう書いてるけどもちょっと難しいね、まだね。これはあらゆるものにはですね、私たちはね自称があると思うんですね。例えば、このスマホならば、スマホというものがもともとあるんだとね、スマホというね自称ね、そういう特有のね、他のものではないね、電話でもないね、コピー機でもない、そういうね、自称というものが、私たちは言葉を聞いたらね、それ特有のものがあると、それを任せ持つ、ね、そういう働きがあるんだと。録音機だと聞いたら、こういうものがもともとあるんだと、実体化してね、そしてそういう働きがあるね、まあ、直接事物、直接事物、直接のこと、ものをですね、認知事象、ね、字のおのずからの象として、そういう性質があると。
これが人事事象。気象もつげが、この気はね、軌道の気です。まあ軸みたいなもんかな、軌道の気。地球を軌道すると言いますよね、軌道する。気となって、そのものの気、中心となって、ものの理解を生まれる。スマホならば、スマホというものが気となって、スマホとはこういうものだと、ものの理解を生まれさせる。だから、直接事物があって、スマホというものがあって、スマホにはこういう働きがあると。ものの理解を生じると、まあ、これが一応伝統的な定義なんです、ね。まあ、これなかなか一回聞いてわからないですけど、まあそっかでいいですからまあそんなもんだと、まあ、要は、このどんなものもあくまでもね因縁和合したものでも名前つけないと理解できないでね勝手につけたんです。で名前つけたらもうその通りものがあると思ってしまうんです。もう牛とつけたら牛はこんなもんだとかね、猫ならば猫はこんなもんだとね、言葉を使った時点において言葉の通りにものがあると思ってしまうんです。これがまた我々をね悩ませるんです。仏教ではこういうふうに教えるんですよね。言葉によって我々迷うと、ね、まあ、人間はね動物と違って言葉を使いますね。これいいことでもあるんです。言葉をね、でもね、私たちは言葉によって実はね、迷って苦しみ、罪悪を作ることもある。しかしね、言葉を正しく理解することによって、解脱、悟りが開けると。こう説くのが、空の教えであり、有志の教えなんです。これが釈祖の教えなんです。だから釈祖はね、説法によって救っていったんですね、私たちを。一番聴聞が大事なのはやっぱりね、正しく教えを理解する。正しく言葉をね使う、学ぶことによって悟りが開ける。これ結構大事なんですよ。他の生命体ではね悟り開けません。動物では悟り開けない、言葉使えないから、ね、やはり人間界でしか悟りは開けない。理由はね、言葉というものがやっぱりね理解できないからですね、他の生命体は。でまたね、私たちはこの言葉をね間違って使う、言葉というものによって迷ってしまう。これで言ったらね、言葉を使ったらその言葉通りに何かがあると思って、私たちはどうしてもね、この言葉であるものを指した場合ね、事象がある、ね、でそういうものがあるんだと思って、そして執着してね、そして間違ったものの理解をしてしまうんです。それで罪を作ったり苦しんだりすることが多いんです。だからお釈迦様はね、正午とおっしゃるでしょ、八正道、これ八正道が皆さんが悟りを開く上において大事な行いね。でその八正道の中で正午とありますよね、言葉をね正しく使う、悪口言わない、ね、悪行猛虎、嘘をつかない、悪口言わない、無駄話しない、ね、季語、ね、お世辞とか、ね、そういうことを言わない、ね、二枚舌を使わない、ね、優しい言葉、正しい言葉、これをね使うことによって悟りが開けるということでね、特に大事なのはね、これ有志で言うんですけどね、このお釈迦様の言葉、この悟りの言葉というものはね、最小乗北海通るの消防といってね、今皆さんが聞いているね教えはね、最小乗北海通るの消防といってね、最小乗、最もね清らかな、最も清らかな北海、真理の世界から流れてくる、等しく流れてくる、そういう消防なんだと。これ天人菩薩の言葉、もっと言えば天人のお兄さんの言葉ね、無弱菩薩、北海通るの消防。だからこれを文君従すれば救われるという、こういう教えなんですね。これ有識用語です。
これとても有識で大事な言葉だから知っておかれたらいいと思います。今皆さんが聞いている教えというのはね、最小乗北海通るの称号なんですね。最も清らかな、ね、真理の世界から等しく流れてくる正しい真理、これが釈尊の説法であり、七高僧の教え、この有識の教え、仏典とは全部そういうものなんです。でこれをね、文君授聴聞して荒屋敷にね、この衣のね、匂いをね、訓示をしていくことによって、これが悟りのね、原因になっていくんですけどね。これ有名な言葉ですね、知っておきましょう。最も清らかで最小乗で真理の世界がこのように存在します。大宇宙にね、北海真理の世界が存在します。それを釈尊は発見されてね、それをね、ちょうどインターネットで言うならばね、質問を受けたらね、ちょっとね、検索をかけて、パッと検索をかけたら真理が、ね、出てきて喋れると。こんな感じね、釈尊とか上田さんもそんな上手ですけど ね、最小乗北海で真理から流れて、等しく流れてくる教え、これが仏法なんです。だから知恵のある人はね、こんな原稿なくても質問パッと受けたら答えれるんです。こう北海がありますから、そういうね、検索機能がパッとあってね、すぐもうとっさで出てくるんですね。これが釈尊の説法だから、釈尊の説法すごいのはね、もう質問に答えたらね、もう本ができるみたいな感じ、ね、こういう説法をね、お釈迦様されたんです。でこれをね、私たちはしっかりね、正しく荒屋敷にこの訓示をする、これによって悟り開くんです。だからやっぱりね、聴聞に極まる教えの一つの大きな理由はこれです、ね、最小乗北海通るの称号を聞くことによって、私たちは言葉によって迷ってますけど、間違った言葉によって苦しんでるんだけども、で言葉を正しく理解する、でこの言葉によるしかね、真理にたどり着く方法はありませんから、言葉によって言葉離れた信仰につきますからね。これ有名なエゴン信仰から離言信仰 ね、皆さんが聞いている信仰はエゴン信仰、言葉による信仰、私たちはこれ真理を体得する必要があります。これを信仰と言います。信仰ね、でこの信仰に2つあって、悟りを開くまでの信仰をエゴン信仰と言います。エゴンね、言葉による信仰ね、これがお経なんです。お経というものは、この教えというものは全てエゴン信仰、言葉による信仰、これがね、救いには大事、言葉を正しく聞く、教えの言葉を聞く、ね、これが方便、これでしか私たちは真実を悟ることはできない。言葉による信仰、これが、まあ、DVD とか YouTube とかこのお経の本とかね、説法にあたります。でここを通って今度ね、この信仰がね、本当の信仰は離言信仰と言います。離言、本当の信仰は言葉を離れた、心も言葉も耐えた、ね、不可笑不可説不可思議、これが悟りの世界ね。言葉を離れた世界が誠の世界で、ここまで行くには ね、言葉による信仰によらねばならない。それが有識で言われる、ね、最小乗北海通るの文君授、ね、これをしっかり聞くことによって間違った考えが正され、ね、これによってですね、文君授によって、ね、私たちの苦しみの原因である我習法習が離れていけるんです。だから言葉を正しく使うことは大事なんですね。 できるだけ言葉は優しい言葉、慈しみの言葉、ね、悪口とか、ね、汚い言葉、ね、人を傷つける言葉は言わない方がいいです。正しく言葉を使う、慈しみの言葉を使う。で私たちは言葉によって迷うことがあるからね、それは私たちの、ね、持ち前のね、
もう報酬、言葉を聞いたら言葉に相当するものがあると思って、ね、で間違った理解をする、実体化して、ね、執着して、ね、言葉を聞いたら報酬になってね、間違ったものの認識をしてしまうからね、それで間違ったことを思うから、間違ったことを言ったりやったりして苦しむことになると。だからしっかりね、正しく物事を聞く。だからやっぱりね、この説法でもね、本当は正しく聞けたら本当にいいんです。なかなかこれ難しいけどね、どうしても自分の間違った考えがあるから、なかなか素直にね私たちは聞けませんけども、だから今ならばね、こういう YouTube もあるしね、何回もね、聴聞することによって正しく聞けるようにね、する、デバイスというかね、媒体はありますから、ね、まあそういうことでこの話も実は関係あるんですね。私たちはいろんなものを理解するときに、ね、勝手にね、私たちはね、まず物があったら事象を認知する、そういう事象がもうあるんだと、ね、事象を、ね、認知、もうそういうものがもともと存在してるんだと。でそれを基となって、物の理解を生じる、ね、まずは直接事物があって、でこれはこういうもんだろうなと思って、これが正しければいいんだけどもね、これどんなものもあくまでも因縁和合したもの、仮に名前を付けただけだ。これもね、今思っている方もね、時間とともに変わっていることもあるから、ね、どんどん変化してますから。で私たちはね、辞書なんかありますけどね、辞書で一回書いたらそれがずっと残ってますからね。だから辞書なんか本当は正しくないんですよ、変化してるから。で私たちに報酬があるからね、もうはっきり定義して、もう変わらないものとして理解したいんです。でも本当はものすごい勢いで変わってますから、ここもしないではなりません。言葉は生き物ですからね、どんどん変化していく。でも私たちはどうしても実体化する、ね、実体化することによって物事を間違って理解する、その間違ったものの理解、ね、邪見、これで私たち苦しみますからね。だから仏法をこまめに聞いて邪見を正し正見に持っていく。だからやはりね、正見正思維、正しく考えて、ね、正しい言葉を使って正しい行いをしていくということが大事になってきます。一番やっぱり正見ね、物事を正しく見るにはやっぱり正しい教えをね、文訓授していく。私たちの思っている私というものはね、上越主催であることが多いですよと、これであなたは苦しんでますと教え、また我が思っている方はね、もうすぐ言葉で、もう固定化して実体化して、これが間違いないと思ってね、間違った認識をして苦しむことがあるということで、この定義も一応あるんですね。非常にこれはちょっと、これはちょっと内緒難しい話なんですけど、一応ね、こういう、ね、仏教は画集報酬、私たちは間違った間違った法の理解をしているから、その執着をなくしていくことによって、悟りを完成するというのが、仏教であることをね、そこを最初ね、権によりて仮に、画法ありと説くんだということで、この言葉がね、非常に深い意味を持って、表しております。じゃあ少し休憩を入れたいと思います。